平野の仕様、質問の箱、トレンド入りの反響、木だからないよ、くすくす育ちますように、世界観満載。滝沢秀明氏の新会社とべ、への合流を7日に発表した元ー n g o p スの平野仕様、26が10日や、インスタグラムのストーリー機能を使い、フォロワーからの質問に次々と返答。ネット上では、平野の仕様質問の箱、 がトレンド入りする反響となっている。平野仕様の魅力的なファンサービスによって、オンラインコミュニティは大いに盛り上がりました。彼の人気はさらに高まり、トレンド入りするほどの注目を集めました。彼はファンとのコミュニケーションを大切にし、フォロワーからの質問に楽しく答えていきました。 平野の仕様は19時半から質問の箱のやつやろうかなと予告し同時刻からストーリーをスタートしました。彼は軽快なペースで質問に答えていきました。例えば、髪の毛どこまで伸ばすのるという質問には、ポリフェノールみたいになってるというもあたっぷりに答えました。また、宇宙人って信じますか という質問には友達にいるよと返答しフォロワーたちを笑わせました。さらに、来世はどんな人になりたい顔とか、という質問には、木だからないよ、というボケ回答をし、彼ならではの世界観を披露しました。その他にも、フォロワーからの質問に対して、平野耀はユニークな回答を続けました。例えば、手なわけで、付き合おうか、あっつ、結婚する という質問には教習所行かずにそのまま免許センターを行っちゃうタイプと返答しました。さらに、翔くん学校でもみんなに大人気だよ、毎日名前出る翔、というコメントには、マジショ翔、校内放送で平野市を連呼しておいて、と冗談めかした返事をしました。彼の絶妙なセンスとユーモアによって、ファンたちは大いに楽しませられました。 質問に答える平野仕様のサービスっぷりも素晴らしかったです。たった1時間で74の質問に回答した彼の姿勢に、フォロワーたちは感動しました。彼はファンとのコミュニケーションを大切にし、できるだけ多くの質問に答えようと努めました。そのため、彼の回答はまだ続いており、多くのフォロワーが彼の反応を楽しみにしています。平野仕様は、 10日には海の型を行ってマグロ食べてきたという投稿を行いました。海をバックにしたと人流ジとの楽しげな自撮り写真やご飯粒が方に一粒くっついている写真をアップしました。彼はプライベートな一面をファンに見せることで彼らを喜ばせました。平野仕様のインスタグラムのストーリーを通じて ファンたちは彼の魅力的な世界観と個性を存分に楽しむことができました。彼のユーモアとセンスに富んだ回答はフォロワーたちに笑いと感動を与えました。さらに彼のプライベートな一面を垣間見ることで彼とのつながりをより深めることができました。平野紫仕様の質問の箱は彼の人気とファンとの関係性をさらに強化する素晴らしい手段でした。 彼のファンたちは今後も彼の活動やインタラクションに期待を寄せています。彼の魅力的な世界観と創造性に満ちたコンテンツを楽しみにしているファンはますます増えていくことでしょう。平野紫耀の質問の箱がトレンド入りし多くの人々が彼の魅力に注目したことは彼の人気がますます高まっていることを証明しています。 今後も彼の才能と魅力がさらに開花し、多くの人々に感動と喜びを与えることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。